思うんですけど改めて復習として今日皆さんにお伝えしたいのが承認っていうアプローチなんです、うん、承認ってご存知ですか山崎さん ああ単語としてはもちろん聞いたことあると思うんですけど最近ねようやくいろんなところでこれがね、あのー、だいぶブームまでいかないですけどちょっと聞かれるようになってきて承認って何なのか承認ってね、えー、と世間一般の大きい意味での承認っていうのはなんかね国連理事国が承認をしたみたいな感じで大きな権力を持った存在がなんか下の人に対して何かを許可することを承認っていうんですけどここで言うのは心理学の承認で。 こういういのが全部含まれるんですね承認に含まれるのはあ見えるかな存在を肯定すること受け止めること受け入れること長所を見る勇気づけるねぎらういたわる愛情そして尊敬認める絆やつながりまあ褒めるも入れてもいいと思いますけどねあえてちょっと外してますけど褒めるは。うん こういったことを相手に対して伝える言葉や態度笑顔一つ全部承認なんです。うん、で私はもうね変な話承認を伝えるるために生きててと思ってますあの笑顔もその一つですよね笑顔トレーニングもあれも自分自身に対する承認でもあるしその笑顔が自然に作れるようになったら相手をパッともう見た瞬間承認できるようになる。 うん、だから承認一つ覚え,れる覚えただけで自分に自信を持てて相手にも自信を持ってもらえてそしてその幸せの輪を広げていける、ね、あの企業研修でこういうことを伝えるとそんなきれい事言ってんじゃねえよみたいな目で見てるえ幹部の人とかもいます特にこの大きな企業上場企業とかね。 どことは言わないですけどあの,この近くの総合病院だったりとか、うん、<laughs> とかも、えー、研修で入った時もそんな甘もんじゃねえ証人だけで解決したらな苦労しねえんだよみたいなことを思いつつもごく一部の部長さんたちが「よしそれをじゃあ朝礼とかにもどんどん取り入れてみよう」つって。 ね、例えば、みんなで朝礼のね、あの、始まり、ああ、最後、よし、じゃあ、今日もみんなで頑張りましょうっつって、みんなでハイタッチでスタートするとか、それも大きな承認なわけですよね。そうやって、みんなで絆やつながりを大切にしたり、お互いに尊敬や、ね、あなたのことを認めてるよって、今日もお疲れ様っていう思いを、言葉で、態度で、愚直に、やっていった。そういう部門は確実に変わっていってますね。こんなけのことで、そんなに、こんなに変わると思いませんでしたっていうぐらい。 それぐらいっってて、ね、大大きな大きなな力を持ってましたあちなみに私こういう研修とかで「あの拍手!」とかやった後せーのいいね!」とかやるんですけどこれ私のオリジナルじゃなくてあの青森県の方の,あの有名な高校の,のなんか野球部の監督さんかなんかが始めたそうで,で全国にねそういうあの講演家とかがどんどん私とか私にそっくりな鴨頭義人さんというねあの有名な講演家の人とかがどんどん広げてですごいのが。 こののいいねってのもまさに承認ですよ、ね、Facebook の「いいね」も承認だしインスタグラムの「いいね」もそうだしこれで私たちがあの「拍手せーのいいね」っていうのも全部承認なわけですけどすごいのが、えっとね、去年の夏の甲子園で話題になったあの津田学園私と同じ名字なんですけど三重県の津田学園高校っていうとこが甲子園に行ったんですね強豪三重校を下して。 でその津田学園という学校に私の尊敬するいわゆる講演家の大島圭介という男が「いいね」だけで甲子園に行かせようとか言ってあのなんていうのクレイジーなことを言い出しましてだからその学校というのは三振してもいいねエラーしてもいいねヒットしたらもちろんいいね何でもいいねなんですよ。そう三振バーいいねーってエラーああいいねーって言って。 かなりクレイジーですよね。そんで甲子園とかはもう何て言うの？もうメンタルが非常に大きいので、最後はメンタルなんですよね。もちろん大き,大きなあの何ちゅうの割合は技術なんですけど、技術が追いついてきたら、最後はメンタルの差こそが勝負を分けるわけでそうだから、敵のチームがどんどん萎縮してしまって、最後は甲子園にまで行ってしまいました。で、甲子園でも1回戦2回戦ぐらい勝ったのかな？で、そのアルプススタンドがもうみんなでブワー せーのいいねとか言って何千人がやるもんですからもうあの高野連がそれやめろって言ったぐらいあまりにも影響力がありすぎてそう,そういうのはもうやめなさいみたいな高野連、まあ、言ってしまうとちょっと頭が固いので、うん、そういうのをやめてくださいって言うぐらいいいねって効果があるんですね。そう だって、例えばですよ、この打席で三振をした高校生がいましたと、三振してね、例えばあの、なんかこう、本庄さんみたいな厳しい監督が、おめえ何しとんじゃらつっ,って、おめえ何回目の三振じゃ ってって次の打席もなお前三振したらお前もうベンチ外すからなみたいなことをもし言われたらもう次その子は打席が回ってきてもうししかしないですよねここでヒットを打たんかったらもう監督に何言われるか分からへんともう,もう俺ここまで必死に頑張ってベンチ入りしたのにここでベンチを外れることがあったらあお父さんお母さんどんなに悲しむだろうみたいな状態で本当にヒットが打てるでしょうか打てたらラッキーでですよでも 筋肉萎縮しますからね多くの場合よっぽど運が良くないとあるいはよっぽど技術が卓越してないとヒット打つ確率は減ります、うん、でもそこはね「イエーって次もその調子でいこうみたいなことを勢いででくと打てたりすするんですよね、うん、特にあのプロ野球以上に高校野球ってねその精神面が非常にセンシティブというか敏感なところがあるので。 それで大きく大きく承認の効果が言ってしまえば、世の中に対してちょっと広がりました。うん、承認1つで甲子園に行ったという本にもなるかもしれないですね。ひょっとしたら将来的にはね。うん、それぐらい、あのそのね。大島啓介さんという方が社会的実証として、えー、いいね。の効果をなんかみんなにこうあの伝えていったわけですよね。じゃあちょっと復習なんですけど、私たち今日は改めて証人上手になっていこうと。 うん、いうことを学んでいくんですけど。